はい、こんにちは、こんばんは。本日はですね、納品依頼のジャンボ村の村長の依頼1、報酬ジャンボプーギの洋服ということで、特産キノコキムチと氷結晶いちごですねを、取りに行きたいなと思います。行ってみましょう。はい、旧砂漠到着しました。で、ですね、素材が必要なので取っていきたいと思います。ここで拾えればいいけどね、拾えないかな。拾えてほしい。まず熱帯イチゴが欲しいんですよ。なんでどうしても拾いたい。頼むぜー。やばいね、出ないかな。火薬層、粘着層、熱帯いちご、熱帯いちご、火薬層。はい、あと特産キノコが必要なので、特産キノコですね。特産キノコ、特産キノコ来いよ、来てくれよ、来てよ。てかドキドキの子ってさ、キノコ大好きだとあれなのかな、結構反応すんのかな、謎い。これ全部飲んでみようかな。お、ハロプンテだ。何が起こるか分かんないんだ。おお、おもろいね、これ。いいじゃん。へえ、ドキドキの子いいですね。おもろい。あとは、特産キノコを拾いに行くだけなんだけど。で、じゃあまず調合してみまーす。唐辛子と、ごめんなさい、熱帯いちごと氷結晶いきまーす。ゲット、ゲットした。とりあえず一旦戻りますね。出て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 、キノコ出て、きた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 、だぜー。調合していきまーす。こいつと、こいつですね。はい。特産キノコキムチ。小指ほどの大きさのキノコ、独特な香りで、喜ばれるかな。よし、できたー。これで戻ります。スタミナ回復？スタミナかな、じゃあ。すごい。スタミナと寒さ。ホットドリンクにもなるんだ。すごいじゃん、これ。戻ったよんよん。こんにちは。来た。納品完了。よし。やったねー。クリアした。ウレピー、これで報酬をもらいに行きましょうかね。やったぜ、食材ありがとう。ということでクリアいたしました。皆さんもね、ぜひやってみてください。ありがとうございました。